中国新聞欠席、議会というか、政治会や議長もそうですが、なぜ逃げ回るのでしょうか、市長が退任されるまで、逃げ続けてやり過ごすおつもりでしょうかまず今月も聞いてみるんですが、中国新聞はいらっしゃってます、今月。あ不在ですか、うん、来ないという思想時なんでしょうね、きっと、おそらく。 どなたかどちらの社か取材には行かれました行ってないですよね。行ってみったらどうですかなんかテレビか新聞か。ね、同級生が休んでたら心配にねなって見に行くじゃないですか。一体どういう条件なのか確認を誰かした方がいいと思うんですけどね。秋高田市に市に局を置いていてる地元市が 記者会見に来ないっていうのはどういう条件なのかですでそれに関係するんですけども先月の記者会見でお話しした通り中国新聞社に対して7月定例記者会見における編集局次長の発言これを問題視したとそれについて問い合わせをしました書面は皆さんのお手元に資料でついているかと思うんですが10月16日付で送って とたところ中国新聞社から回答が一応ありました回答のところだけ読むと「発言は政治家への支持は選挙によって現れるという一般的な考えを申し上げたものです」という回答でしたまあこんなもんだろうなと思ってた節もあるんですが。 こんなもんだとしたらもうメディアの看板下げた方がいいんじゃないんですかね何がどのように問題かというのは先月の記者会見でもすでに説明をしたところですしそれがわからないような読解力理解力であればもう仕事できないと思いますで、ここで中国新聞社の回答これ社長名入ってないんですが社長名だったんですかね結局それはそうですよね あの誰が答えたかわからない回答がここに来てるんですが株式会社社中国新聞社とは書いてあります一般的に社長の見解ということだと思うんですが勝手にどこかが会社名を名乗らないのでいずれにせよですねこれが一般的な考え方で言うことに問題がないって言うんであれば例えば変更報道ばかりで読者が離れていく新聞社は 早く潰れるべきだ潰れた方がいいこれも問題ないことになりますよね一般的な考え方だと思いますえそういうメディアが有益ではないむしろ有害だというのは広く世間が認めているところだと思いますがそれをわざわざ相手にしかも面と向かっていうこれがいかに失礼かは常識的に考えて分かるはずですにもかかわらずそれが問題ないと言ってのける辺りに こちらの中国新聞社のガバナンスの欠如が現れていると捉えています。いずれにせよ、どこかのメディアが追及した方がいいと思いますよあの。自分で気づけない状態にも陥っていると見受けたので、誰かが教えてあげるしかないんじゃないでしょうか。でなければ、遅かれ早かれ自滅するだけだと思います。やがて亡くなる新聞というメディア、それを体現してしまっているので、 よくないんじゃないかなと、勝手に心配をしている次第です。えでは次、二つ目のポイントとしては、市政の動きの表にまとめてある内容です。例によって10月16日付で、全教の申し入れを行っています。9月の定例会で、決算が不認定となったので、その理由について意見聴取を申し入れたというものですが、 結局23日なので本日付けですね議会事務局の方から受けないという拒否を回答が返ってきています。でここまでですねこの一連の流れ何回も繰り返してきてるんですがなぜいまだにメディアがちゃんと報じないのかですよ一番の問題は「師匠と議会の対立」なんて言葉でまとめられないはずですよ。 議論した結果平行線をたどってると対立が続いてるっていうんならまだしもそうじゃないじゃないですかこちらからはあの手この手であらゆる方法を用いて問いかけてるわけですよしかしその問いかけから逃げ続けてるのが誰かといえば議会なんです議会の多数派議員らなんですどこに責任があって何が問題かは明らかなはずですそれれを追求しないとすれば メディアの存在意義はないと思います今秋田方市の姿勢問題は多くありますがうちに限らず全国の実際で似たような問題はありそしてそれを問題として認識させてないのはメディアの責任です何回もお伝えしますが今日この場にいらっしゃっている皆さん並びにここに来ていない より多くのメディアの皆さんには奮起を期待するところです。で、その代わりと言ってはなんですが、ポイント四つ目です。私の今喉が枯れている理由の一つなんですが、昨日の夜二十一時から YouTube のライブ配信というものを行ってみました。ミートアップのオンラインバージョンということで、市内外の方と広くコミュニケーションを持つ場を提供したと。 いうものですなのでこちらの方にですねもし何か話を聞いてみたいという方あれば参加というんでしょうか、えー、視聴していただければと思う次第です、えー、ちなみにその YouTube 関連で一つご報告をすると動画の収益化をするとしたという話が先月あったかと思いますが実績をご報告すると 9月の7日から9月の30日約3週間ちょっとですかで収益が93万6346円だったそうです、まあ、出だしの勢いが一番ついたところなのでこのペースがずっと続くというのは難しい気はするんですがいずれにせよ市の貴重な収益 え税収税収ではないですね。ざ財,財源となりますので、えー、大事にしていきたいなと思います。以上が一件目です。続いて二件目は今の話に少しつながるんですが、ふるさと納税についてです。えー、全国からたくさんのご支援を頂戴した結果、8月のふるさと納税が3倍になったというお話を先月しました。そしてその後9月の実績なんですけれども。 1>, 1年前の10倍ふるさと納税をいただきました金額にして1億と1345万円を寄付として頂戴しています例年2億円ぐらいのふるさと納税で推移してますので今年度はこれをかなり大幅に上回る見込みですまあなりでいけば 4億かもうちょっとですね倍増はすするるとといいいなと期待をしている次第で,すでこのふるさと納税なんですけどもまあ今この状況になったので一つ話をしてみようと思います何かというと前職エコノミストアナリストをやってた時からですねこの制度には実は私大反対だったんですよ。 とんでもないとでもこれは私に限らず巷でね完成のカタログショッピングだとか言われたりでエコノミストとか専門家からすると正規の愚策とまでで呼ばれてるわけですよどう考えても税制にとって良くない税制として良くないと。 そういう認識はあったんですがいざ秘書の立場になってみるととても反対の声を上げることはでできませんでした実際今お話しした通り秋高田方市ですら毎年2億円をですね寄付でいただいている立場でこの制度がよくないっていうのは本心では思っててもずっと言えなかったところです。ただだからこそ 活用したかったという思いがあります本来の意味でですねこの制度確か菅前首相ですよね総務大臣時代ですかに始まって官房長官の時に拡充されたと思うんですけれどもおそらく菅前首相の思い 本とといいうううのはこういうことだったんじゃないかなと思っていますつまりふるさとですね自分自身の生まれ故郷だけでなく心の何かこうよりどころというか自分がつながる場所どこか自治体そういう存在を応援したいという思いその発露としてふるさと納税という制度はできたように思います。石丸市長の記者会見でした 秋田市の議会に注目するようになってから、中国新聞の恵比寿記者の態度、その上司である竹川次長の態度もそうでしたが、正直驚きました。普通に仕事相手にあのような態度をとることと、また、これだけ議会と市長の対立とあおっておきながら、政治会に取材に行かないことも不思議でした。新聞社って正確な情報を発信するために、 双方に取材ししてていいるものだと思っていました。市長就任から3年経ってるのになぜ政治界の代表大下議長に取材しないのでしょういつも議会の態度に市長はストレスが溜まっていないのかと心配でしたが市長はストレスをあまり感じないとおっしゃっていて安心しましたまたあらゆる手立てで財政を再建するとおっしゃっていましたが ふるさと納税が増えて、その使い道などとても疑義のあるものになりそうで、いい情報でした。